どうも、全力投資です。4月26日金曜日、本日も資産公開やっていきます。で、本日も持ち株で色々と決算が出てきましたので、今日も動画の後半は持ち株の決算を見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、まず本日の日本株の振り返りからやっていきますが、ここ最近日本株の値動き結構激しいんですけれども、本日は日経平均は昨日の大幅下落から1点結構しっかりとした上昇となっています。 日経平均本日の日中の値動きを見ていきますが、前場に関してはマイナス圏に潜るような時間もあったんですけれども、5場が結構強かったですね。で、本日は日銀の金融政策決定会合の結果が発表されたんですけれども、その内容自体は3月の発表の時から全く変更なしということで出てきましたので、金融政策も特に変更がなかったという安心感から5場はしっかりとした値動きになっていたのかと思います。そんな結果、4月26日の日経平均昨日に比べてプラス0.81%値上がり幅で306円。 終値で37,934円となっています日中時間は38,000円台を回復するような時間もあったんですけれども今日は引けにかけて若干垂れてしまったのが結構悔しかったかなといったところです次にトピックスを見ていきますが今日はトピックスもしっかりした値動きですね日中の値動きは前場安いところが結構長かったんですけれども後場に関してはね日経平均同様にかなりしっかりとした値動きになっていましてトピックスは引けに向けてもそこまで垂れる気配がありませんでしたので今日は日経平均よりもトピックスの方が値動きとしては強かった。 かなと思いますそんな結果4月26日のトピックス昨日に比べてプラス0.86%値上がり幅で22ポイント終わり値で2,686ポイントとなっています。 そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額4月26日は昨日に比べてプラス30万9294円となっていまして、証券口座内の資産合計額で3742万6370円となっています。はい。本日私の日本株のポートフォリオもしっかり上昇してくれた一日になりました。で、私の日本株ポートフォリオは値上がり率で言うとだいたい0.88%、0.9%弱ぐらいですかね。そのぐらい上昇していましたので、今日は 日本株の主な指数よりもパフォーマンスは良かかったのかなと思い。ますはいで、個別株を見ていこうかなと思ったんですけれども、だいたい全体の8割ぐらいの銘柄が買われているという状況でしたので、本日はかなりの銘柄で決算が出ているということもありますし、個別銘柄の値動きは今日は少し割愛したいと思います。次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、4月26日終了時点で42269,914円となっています。 総資産額、しっかりと4200万円台に乗せてきているんですけれども、日本株の決算、持ち株を見ていても、やっぱり結構良さそうなんでね、この先、決算をまたいで、しっかりとした値動きが続くことを期待したいと思います。はい、ということで、本日は持ち株で確か5社ぐらい決算が出ていたんですけれども、その他にもね、増配を発表してくれた銘柄なんかもありましたので、今日も私の持ち株の動きについて少しお話をしていきます。 ということで、まず初めに見ていく銘柄が調理ですね。こちらの銘柄は本日の14時に決算を発表しているんですけれども、決算の内容自体はね、2024年3月期の本決算となっていまして、まず売上高前期に比べて6.6%ほど少なくなっているんですけれども、営業利益、経常利益、当期利益に関してはどれも2桁成長となっていますので、調理、去年1年間の実績としてはかなり良かったのかなと思います。 はい。で、今期調子が良かった要因としてはこのようになっています。前期は利益面でいうと、特別損失とかも出ていましたので、今期はそういったところがなくなった影響で、若干利益が押し上がっているところはあるんですけれども、その他利益率が向上したりとか、反感費をうまく抑えることができていたりとか、そういったところで今期は大きく増益となっています。そんな結果、今回の本決算で調理は増配も発表してくれていまして、下期の配当金、もともと58円を予定していたものを、今回の発表では60円ということで、増配をアナウンスしています。そんな結果、前期は1 1>, 1年間で1株当たり118円の配当金だったんですけれども今期の予想では1株当たり122円まで増配をアナウンスしていますのでしっかりと配当金を増やしてくれている点も評価していいポイントかなと思ってます。 で、今期の業績目標なんですけれども、まず売上高、こちらが前期に対してプラス4%となっていまして、営業利益に関してはマイナス0.3%ということですから、営業利益はほぼ横ばいですね。で、経常利益に関してはプラス3.6%となっていまして、最終利益に関してもプラス3.9%となっていますので、今期もしっかりと業績は拡大するんじゃないかということで、会社側はアナウンスを出しています。はい、個人的には調理の決算、なかなか良かったかなと思っています。 で、次に決算を発表した銘柄が NEC キャピタルソリューションですね。こちらはリース会社になるんですけれども、NEC キャピタルソリューションが本日の15時30分に本決算を発表しています。まず売上高、前期は2558億円の実績となっていまして、こちらが前々期に比べるとマイナス0.9%ですね。で、営業利益に関しては116億円となっていまして、ほぼ横ばいといった感じで、経常利益に関してはマイナス5%ですね。一方、最終利益に関しては10%弱増えているということですので、NEC キャピタルソリューションに関してもね、売上高 営業利益に関してはほぼ横ばいだったんですけれども当期利益を見るとね昨年1年間はなかなか良かったんじゃないかなと思ってます。 はい。で、今期の見通しなんですけれども、売上高、こちらが昨年から比べると1.6%増、営業利益も2.6%増ですね。で、経常利益に関しては6%弱増えるということで、最終利益に至っては大体14%ほど増えるということですので、NEC キャピタルソリューション、今期も引き続き、好業績が続くんじゃないかということで見通しを出しています。そんな結果、今期の配当金、1株当たり150円で予定を出してきていますので、こちらも大幅増配ということですから、非常に良い,い決算の内容だったんじゃないかなと思ってます。 はい。で、次に決算を見ていく銘柄がスカパージェイサットですね。こちらの銘柄は私のイチオシ銘柄ということで、動画の中では何度もお話をさせていただいてたんですけれども、こちらも4月26日の引け後に決算を発表しています。ということで、まず前期の実績ですね。 まずは営業収益、こちらが売上高になりますが、売上高前々期に対してプラス0.6%ということですので、スカパー J サット売上高自体は前期ほぼ横ばいといった状況です。なんですけれども、利益面結構成長してますね。営業利益19%ほど成長していますし、経常利益に関しても17%成長、当期利益に関しても12%ほど成長していますので、前期はしっかりと成長した1年だったんじゃないかと思います。 はい。で、何が伸びているのかというと、宇宙事業ですね。スカパー JSAT っていうと、衛星放送をしているスカパーだよねっていうふうに思われがちなんですけれども、今どちらかというと、成長事業としては宇宙事業なんですよね。衛星を使った各種データの販売とか、衛星画像とか、そういったところがスカパーの中では、今かなり急成長しているんですけれども、宇宙事業は前期しっかりと利益を伸ばした1年になっています。 はい。一方、メディア事業ですね。こちらは前期売上高若干少なくはなっているんですけれども、営業利益に関しては微増といったところでして、メディア事業自体もそこまで状況は悪くなかったのかなと思います。 そんな結果、スカパーは前期3月に利益確定をしている配当金、今回1円引き上げてきています。ということで、わずかではあるんですけれども、増配となっていますので、もともと配当金の予定額10円だったところを、今回11円に引き上げているということを考えれば、配当金も10%期末分は増えているということですので、このあたりを見ても株主還元しっかりとしてくれているんじゃないかなと思います。 そんな結果、前期は1年間で配当金が21円となっているんですけれども、今期に関しては配当金の予想も、上下合わせて22円となっていますので、配当金しっかりと増やしてくれているという点で評価していけるんじゃないかなと思っています。 はい。で、今期の業績見通しなんですけれども、まず売上高、こちらが1.2%増える見込みとなっている一方で、営業利益と経常利益に関しては、大体2%から3%ぐらい減る予想となっていますので、利益面の確保が課題になってくるのかなと思うんですけれども、最終利益に関してはね、1.5%増えるということになっていますので、今期は前期みたいな成長はないんですけれども、底堅い業績は以上してくれるんじゃないかなと思います。はい。で、その次見ていく銘柄が小松ですね。 こちらも2024年3月期、本決算を引け後に発表しているんですけれども、前期売上高ですね、こちらが9.1%増となっていまして、営業利益最終利益に関しては大体20%ほど増えていますので、小松も昨年はしっかりと業績伸ばした1年だったんじゃないかと思います。 で、小松に関してはすでに権利確定がしている配当金になりますけれども、こちら大幅増配を発表しています。元々の予想が下期1株当たり72円だったものを、今回の決定では1株当たり95円まで増やしてきていますので、23円の増配ですね。 はい。で、小松の今期の見通しですけれども、まず売上高、こちらがだいたい横ばいといったところなんですけれども、利益面に関しては10%前後減らすということになっていますので、今季は小松なかなか厳しい1年になってくるのかなと思うんですけれども、年間の配当金に関しては今季1株当たり67円で予定を出していますので、配当金に関してはしっかりと維持をするということですから、やっぱり小松も株主還元の姿勢っていうのは一定程度評価していけるんじゃないかなと思います。 はい。で、小松は前期何が業績良かったんですかっていうところなんですけれども、グローバルで見れば CIS って書いてるところがロシアとかその周辺国になるんですけれども、CIS とか中国、アジア以外は基本的には売り上げ高増えていますので、グローバル全体で見れば前期はかなり小松は調子が良かったのかなと思います。 一方で今期何がしんどいんですかっていうところなんですけれども、北米とオセアニアに関しては引き続き成長するということで見通しを出しているんですけれども、その他の地域に関してはなかなか苦戦が強いられるということですので、このあたりはね、世界的な景気の足踏みを睨んでいるのかなと思います。 何はともあれ、小松は今回大幅増配ということになっていますので、これだとしてはかなり納得できる決算の内容だったかと思います。はい。で、その次見ていくのが野村ホールディングスですね。こちらも4月26日の引け後に決算を発表しているんですけれども、野村ホールディングス、まず売上高ですが、こちらが前々期に対してプラス67%となっていまして、前期1年間は売上高かなり増えた1年となっています。利益面に関してもしっかりと増えているんですけれども、最終利益に関しては前々期から比べるとプラス83%となっていますので、 最終利益に関しては前々期から比べるとプラス78.8%となっていますので、野村ホールディングス前期1年間は爆益ですね。 で、野村ホールディングスの中には主要3部門があるんですけれども、まず一番上、営業部門が個人投資家向けの事業ですね。こちらの売上プラス34%となっていまして、しっかりと増えているんですけれども、その下、インベストメントマネジメント部門、こちらが運用しているような部門になりますが、プラス20%ということで、前期はかなり指標が良かったので、運用面でもかなり収益が上がった1年となっています。で、最後、ホールセール部門ですね。こちらが法人向けの部門になりますけれども、法人向けに関してもプラス12%ということですので、主要3部門すべて増収、 となっていますそんな結果2024年3月末の配当金ですが1株当たり15円で今回発表していましてこちらが前々期から比べるとプラス12円となっていますので野村ホールディングス前期は1年間で配当金23円ということになりますからこちらの銘柄もしっかりと配当金を支払ってくれた1年になったんじゃないかなと思います。 はい。で、野村ホールディングスは毎年、通期の業績見通しを発表していませんので、この先の指標によって、今期の業績どんな風になってくるか全く想像ができないんですけれども、なんだかんだ日本株、この先も調子いいんじゃないかなと思いますので、引き続き野村ホールディングスは業績の拡大に期待をしていきたいと思います。ということで、私の持ち株で決算を発表した銘柄、一通り見たんですけれども、最後に4月26日に持ち株で増配を発表した銘柄がありましたので、その銘柄についてお話をしていきます。 ということで、その銘柄がダイダンですね。ここ直近かなり株価が強いんですけれども、ダイダン本日増配を発表しています。で、その増配の内容なんですけれども、元々の予定が期末1株当たりの配当金45円だったんですけれども、こちらを今回の修正では1株当たり48円で配当金を発表していますので、1株当たり3円の増配ということですね。ダイダンはこの増配のアナウンスと合わせて業績の情報修正も発表しているんですけれども、売上高に関しては当初の予定よりもプラス1%、営業利益に関してはだいたい3%、 弱経常利益と最終利益に関してはだいたい5%から6%ぐらい上振れるということで発表していますので大弾はデータセンター周りの銘柄になりますけれどもかなり調子いいですねでこちらの銘柄なんですけれども実は先月3月の14日にも増配を発表していたんですけれども2ヶ月連続で増配を発表しているということですので大弾直近ではかなり株価の調子も良かったんですけれどもこの先もまだまだしっかりとした株価の推移は期待できるんじゃないかと思いますはいということで結構な数を見てきたんですけれどもこの先もまだまだ まだ持ち株が決算を発表してきますので、この先の動画では全部を見ていくっていうのは数的にもちょっときついかなと思うんですけれども、できる限りはね、こんな感じで動画の中で紹介をしていきたいなと思いますので、引き続き持ち株の決算期待をしていただければと思います。以上。